国鉄 C57 型蒸気機関車国鉄 C57 型蒸気機関車1号機 SL 山口号を経営する C57-1C57-1 は西日本旅客鉄道が胴体保存する蒸気機関車で日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した C57 型蒸気機関車の一両である1937年3月22日に 川崎車両で落成。後から発注された車両が先に完成したが、発注順に従いそれぞれ C57-1 と C57-2 とされた。同年4月4日に水戸機関区に申請配置され、1939年11月10日に宇都宮機関区に転属した。1945年に宇都宮機関区で空襲に遭遇し、 機重装車を受け損傷している。以後、戦後にかけて、東北本線で使用され、1949年10月11日に、千葉機関区に転属し、総武本線等で普通列車の経員に使用された後、1954年10月7日に、新津機関区に転属し、右越本線等で使用された。新津への転属時には、雪除けのためにキャブの屋根が延長され、 ランボードにも、新月管区の伝統でもある白線が入れられた。1958年にボイラーの世界を実施した。1961年2月9日に、上越本線、村上、真島間にて急行、日本海を経営中、土砂崩壊現場に突入してしまったことで、脱線転覆大破した。破損した車体は2ヶ月以上にわたり事故現場に放置されていたが、 4月27日に運び出され、長野工場で5ヶ月にも及ぶ修復を受け、9月末に完了、運用への復帰を果たした。修復が決定された理由として、トップナンバー機であることの他に、当時は輸送力が不足気味で、機関車が足りなかったこと、ボイラーを乗せ替えてから3年しか経過していないこと、大枠に損傷を負わなかったことなどがあるが、 当時の新月関区長の決断がその最大の理由である。先は、仙台車は C59 戦前形の廃車発生品が数年間使用され、独特の丸穴ウェーブ付けスポーク先輪を付けた姿が写真に残されている。事故から復旧後の動機は、こう、不調の時期が入れ替わっており、当時の乗務員の感想は、乗務割をもらうという鬱になるかまや、 トップナンバーに恥じない優秀仲間など評価が分かれている。1972年3月14日の秋田行き821列車が最後の定期列車牽員となった。1972年5月の新潟県村上植樹祭開催の際に、上津本線の新津村上間でのおし列車牽員機に指定され、その直前に土崎工場にて、 全般検査を兼ねて、特別整備を受けた。この際には、各種ケーシングバンドの材質変更、煙室扉ハンドルの申請、手すり類の交換、ナンバープレート位置の下げ、砂箱前方の手すりの小型化、キャブ窓枠や、炭水車演武への化粧、板取り付けなどの改装を実施している。なお、お召し列車は5月20日には、新津村上間で、22日には、 村上にい間んで運行された。同列車検員後は、肘谷にいつんで数回特別運転を行った。現在の本機は、運転窓枠の金枠を含めて、このお召し列車検員時の装飾等を多く残している。その後、9月25日に、桜機関区に対応。9月30日と10月1日の両日に、千葉鉄道管理局管内で、 鉄道100年記念特別列車、懐かしの SL 列車号で使用された。10月3日に梅工事機関区に転属し、10月10日の梅工事、蒸気機関車間開館を他の保存機と共に迎えている。道館では、梅の花をデザインした煙室扉ハンドルが取り付けられたり、梅工事機関区式おし装飾をすることが時折あった。 その後、一度も車席を抹消されることなく、現在に至っている。なお、ニーツ時代には、後に、東日本旅客鉄道によって復元された C57-180 と、D51-498 が共に在籍していた、一時期があった。D51-498 がニーツに配転された1966年から、 C57-180 が廃車された1969年までの3年間は、前期2両と本機が、同時に、ニーに所属し、共に活躍していた。梅工事蒸気機関車間に、胴体保存されていた、京阪100年号、SL 山口号として、山口線を28年間走り続けてきた C57-1SL が、国鉄線上から消えても、 人々の SL への熱意は冷めることなく、SL 現役時代末期の頃から SL 復活への運動が起こった。このため国鉄は梅工事蒸気機関車間で胴体保存されていた本機による記念臨時列車、京阪100年号を京都大阪間で運行した。この際、沿線は大変な騒ぎとなり、袋の運行中に人身事故を起こしてしまった。 この事故のほか、梅工事蒸気機関車間で保存されている SL の定期検査を担当していた長野工場が、1976年、限りで SL の検査を打ち切ったこともあり、国鉄における SL の動態保存自体が危ぶまれるようになった。1978年1月5日の朝日新聞長官において、当時の高木文雄国鉄総裁が、 蒸気機関車は産業革命の原動力となった人類の科学遺産。動く蒸気機関車を残すことは子供たちへの教育的な価値も大きい。一箇所でもいいから営業線で列車を引かせたい。と語った。後に高木は大井川鉄道を視察している。そして同年12月の国鉄本社役員会で 1979年から SL の復活運転を行うことが決定された。京阪100年号事故の反省や、その他様々な検討結果から、運転線区は都心部から遠く、沿線に有名観光地を抱え、かつ新幹線と接続している山口線となり、牽引機には本機が抜擢された。運行区間については、 転車台を含めた SL の運行に必要な設備が残されていることから、お号率はの間に決定された。全般検査は、高取工場に SL の検査設備を復活させて行うこととなった。これが現在蒸気機関車検員列車を代表する SL 山口号である。運行にあたっては、労働組合からの要求により、煙突に、 終焉装置と、淡水車に、重油タンクが搭載された。過去に、C57 型が装備したことのある、高取工場製の終焉装置は、図面が見つからなかったため、図面が残っていた長野工場製の D51、軽用終焉装置を改良して搭載した。また、終焉装置のシャッター開閉用動力には181、系特急電車の廃車発生品である、 ドアエンジンを流用し、外観に響かないように、終焉装置本体右側面ケーシング内に設置している。終焉装置の搭載に際し、煙突の切り詰めが必要となったが、他の終焉装置搭載の姉妹機と異なり、切除量を最小限に留めたため、高い位置に同装置が乗ることとなった。その点がそれ以前との外観上の大きな違いである。近年は、 同装置を外した状態での運行が多く行われているが、その際は切り詰められた煙突帳を補うためにスペーサーを介して回転式、日の子止めが装備されている。また、ナンバープレートが番号の下に形式を表示した戦前の様式のものに交換された。2006年、梅工事の蒸気機関車群と関連施設として、純鉄道記念物に指定された。 2007年3月22日に本期は春工70周年を迎えた。同年度の SL 山口号運行はその前日となる3月21日に開始となり、同日には同年度の運行開始と本期春工70周年を記念して公募により先行された特別ヘッドマークを正面とデフレクターに掲げて運行された。この際、 本機は4月28日から30日に1972年のおし列車検印時の姿を再現するかのように特別整備が実施された。菊の御門や日照期こそなかったものの復活無識においておし仕様が再現されたのは大井川鉄道の c 1 1 9 0以外では初となる。さらに10月の運行日では2006年のラストランに 実現したのと同様、真っ黒な C57-1 として、原型仕様に加えて、除、煙板のバイパス弁点検窓を塞ぐ配慮も、施された。2014年8月1日に、SL 復活運転35周年を迎えた。これを記念して、SL 山口号は35周年記念の、ヘッドマークを年中検出し、8月23日の、 山口戦前線を復旧から、同年の定期運行最終日の11月23日までの期間中、本機に同ヘッドマークが取り付けられた。2017年5月18日、中華民国の CT273、中華宝島号と姉妹列車協定を結ぶことが明らかとなる。本機は復活運転開始後も、数多くの困難を乗り越えてきている。 SL 山口号として復活して以降の1985年初頭に高取工場で国鉄時代最後の解体修繕が行われた。高取工場に残っていないもしくは新造できない部品は全国の国鉄工場に残されていたものをかき集めた、ほか生体保存されている機関車のものを使用するなどの措置が取られた。新造となった車軸については 道輪に圧入するプレス機械が、高取工場にはなく、全国の工場に打診した結果、北海道札幌市の内部工場に、道輪の点作装置とともに残っていることが、判明した。新しい道輪と車軸を現地に送り、車軸の圧入と道輪の切削が行われた。この修繕の模様は、NHK 特集での番組化をはじめ、各種メディアで報道されている。 しかし現在は、その装置も、使用不可の状態となり、現在は、大阪府にある、日本製鉄の製鋼所が、全国の SL の動輪の検査、修繕を一手に引き受けている。三立交通公園に保存されている、C57 号1995年には、検査のため、高取工場に入場中、阪神、淡路大震災に遭遇し、ジャッキ場にあった動機は転落。 ボイラーをはじめ、至るところが大きく損傷したが、同工場の努力により全て修復された。その背景の一つとして、高取工場から遠くない位置に、同一メーカーで同時期に製造された C57 号が生体保存されていたことが幸いし、同期のあらゆる部品が本機に流用され、再復活に大きく貢献している。またこれ以降も、 本機で故障あるいは破損が発生した新品調達の困難な部品の一部については、大品がこの C57 号から供給されている。同期は国鉄 OB をはじめとするボランティアの尽力で部品盗難もなく良好なコンディションを維持していたという幸運もあった。 また、2005年末から2006年4月まで、梅工事運転区において、全般検査が再度行われ、動輪の切削、ボイラー、大枠の補修など様々な修繕が行われた。これに先立ち、2005年の SL 山口号での運行中に、重大な不具合を起こしてしまい、10月には DD51 型による、牽引運転となる事態にまで至った。 この全般検査では、その不具合を起こした部品をすべて修繕し、寿命を今後25年にまで伸ばす努力がなされた。検査後の本線試運転の際に、同輪軸受けの一部に異常発熱が発生し、予定より1ヶ月遅れとはなったが、この不具合も無事修繕されている。この時の模様も同年 NHK で放送された、ハイビジョン特集、SL 復活。 C57-1 を永遠にで紹介されている。なお、この予定外の修繕期間延長に伴い、本機の代替として実施されていた C56-160 の山口線貸し出しが1ヶ月延長され、このため本来は C56-160 を重当予定だった SL 北琵和湖号が全般検査完了後最初の営業運転となった。なお、 梅工事蒸気機関車間での車両検査後の本線、試運転では、京都駅から、舞原駅まで、e、EF65 電気機関車、または、で10型に牽引されて、舞原駅から、木本駅まで、本機牽引で運転される。木本駅から、舞原駅への袋は、バック運転で走行する。この際、SL 伴走車として宮原総合運転所所属の、 スハフ12129と、非常時給援用に回送検引機の e f 6 5系または、D、ジ10型も連結して運転される。運転内容としては、高速運転、非常ブレーキ使用時の制動距離の測定をはじめ、動輪の軸焼けが発生していないかなどのテストが、実施される。また、折り返し木の元駅から、前原駅へは、SL 北尾輪湖号でも、 現在行われなくなった SL 戦闘の逆機を試運転の一環として行っており、全国的にも貴重な大型テンダー機関車の逆機を見ることができる。2009年1月26日には老朽化していた淡水車の車体を新生梅工事運転区において交換した。申請を担当したのは JR 西日本テクノス。元の図面が散逸していたため、 現物から設計図を起こしている。同年8月1日には SL 山口号運行開始30周年を迎えた。2009年末から2010年4月まで梅工事運転区において全般検査が行われ、この全般検査で SL 山口号運行開始から30年を経たボイラーそのものの回収が行われ、この回収では 煙室甲板と過室甲板そのものの申請交換も行われた。2013年9月から2014年6月まで、梅工事運転区において全般検査が行われ、台枠やシリンダーなど走行の用となる足回りでもいくつかの部品の申請が実施された。この全般検査はこれまでに内調期間をかけた修繕作業となった。 なお、この全般検査の実施を境にして、長年にわたって使用してきた終焉装置を破棄し、c 5 7 1本来の姿のままでの運行継続としていくこととなり、後に同装置を作動させるための空気作用管の撤去工事が行われている。こうして本機は2005年以降、全般検査ごとに一部分の新生化を行い、 延命工事完了の2014年の時点では大部分の部品が申請化されたこととなっている。なお、2013年6月に SL 山口号運行中に機的にクラックが発生し音階がずれた。直後に諏訪野駅で生体保存されている D51194 から一部の部品を流用しての応急措置を行い、それまでの音調に 若干のズレが発生した。そこで2015年運行時に音色の調整が施され、音調もかつての音色を残しつつ1980年代運行時に近いものに設定された。現在は新品部品に交換されており本体等は本機のオリジナルを使用しているが、部品の交換や調整により何度か音色の変化も見られている。 ちなみに2015年の最後の運行である11月の団体臨時列車 SL 読売ロマン号運行の際 C6122 近い音響配置を特別に実施した。しかしこの調整処置が災いして直後の梅工事返却時からそれまでの本気のイメージとかけ離れた奇跡の音色を放つこととなり2016年4月では まもなく本線復帰する D51-200 をイメージした大きくの太い音調になっていた。こうして様々な調整を繰り返した末、同年6月頃には2015年運行時に近い状態に服されている。2014年7月5日に SL 山口号の運用に復帰したが、同月13日の運行時に本気に不具合が発生したため、 再度修繕を行うため海を一時離脱すると発表。不具合の内容について JR 西日本のニュースリリースでは明らかにされていないが、同輪の車軸の一部が通常よりも高温になるトラブルがあったと報じられている。なお、この不具合の修繕では、梅工事運転区には戻さず、畑西駅に隣接する下関総合車両所、本所にて行われている。 同年8月23日の山口戦前線、復旧に合わせ C、C56-160 との従練運転で運用に、再び復帰したが、11月に入ると不具合が多発し、3日は、汽笛が鳴り止まない不具合で袋の特採駅出発が、遅れ、9日は、速度計が動かなくなる不具合で袋が運休となった。さらに、その後も、 発電機が故障し、ATS への十分な電力供給ができなくなり、11月22.23日の運行は DD51043 を全補機として運行し、同年レギュラー運行は満足できない形で終了した。その後も不具合は続き、2014年12月20.21日に運行された SL クリスマス号では、 DD51043 を全保機に2015年1月1日から3日に運行された SL ツアーの統制号では DD51043 との重連で運行された運行後梅工事運転区に戻り中間検査 A を受けた2015年2月17日に前原総車場木の本駅間で本線試運転が行われる予定であったが 梅工事運転区から米原操車場へ向かう途中で不具合が発生したため、試運転は米原操車場にて中止された。その後、不具合を解消して、同年3月1日の SL 北尾は湖号に予定通り充当されている。2016年12月から2017年2月にかけて行われた中間検査 A では、 保安設備の増強工事が実施され、ATS 発電機がタービン発電機と同型の台形式に変更された、上、タービン発電機も含めに気分の発電機故障時の非常用バッテリーが発電機の全部に追設された。また、ヘッドライトの交換工事が行われ、シールドビームタイプである LP405 型に既存である大型の LP403 型の ライトケースで偽装する姿に変わり、それまでの本機の外観印象に変化が見られることとなった。2017年2月22日に行われた EF65133 との本線、試運転において不具合が発生し、途中で中止された。そのため、3月5日に予定されていた SL 北尾和古号の牽引が C56160 に変更された。 翌6日に、再び本線試運転が行われた後、SL 山口号を牽引のため山口へ改装された。京都鉄道博物館にて2020年10月10日、上りツアーの初新山口行きの SL 山口号を牽引中、ツアーの船平山間で、シリンダートラブルを起こした地王城、運行が打ち切られた。梅工事運転区で修繕を受けることが、 同年10月15日に決定、同10月20日に入場した。これにより、同月17.18日の運行は、DD51-043 による牽引に変更。同24日から11月22日までの運行日は、D51-200 が代行することになった。2021年11月現在、修繕の目途が立っておらず、 現在も梅工事運転区にて留置中。SL 山口号と SL 北美和5号以外の臨時列車としての運行記録は以下の通りである。CT273 列車と C57 から1列車姉妹列車協定締結について JR 西日本。www.westjr.co.jp 2020年8月26日閲覧。ありがとうございます。